皆さんこんにちは、 DJ のウクレレ講座です。今回のウクレレ講座はウクレレソロ弾き方解説です。曲は大正時代の流行歌、早春風というのをお送りします。今回解説に使用しますウクレレはこちらです。エルビスの K100C コンサートサイズのハワイアンコアウッドボディのウクレレです。これを使って解説しますね。まずはどういう曲かというところ、模範演奏の方ですね、聞いていただきましょう。どうぞ。聞いていただきました。早春風というものですね。これはですね、春なんだけどまだ寒いなという風な感じの季節の頃を歌ってる。まあこれからちょうど練習していくと年が明けていい感じの時期になるんじゃないかなということで、この曲を今回選んでみました。はい、若干ですね、弾くところのポジションを移したりとか弾き応えあるような、アレンジに今回仕上げてあります。そのまますぐペタッと弾けるわけではないと思うんですけども、楽しみながら攻略していっていただければというところで、手元のアップを見ていただきながら実際の解説の方に入りましょう。はい、それではいきます。この曲はですね、8分音符イコール116ということになっておりまして、116ってめちゃめちゃ早いやんと思うんですけど、これは8分音符が、主体になってます。で、譜面見ていただきますと8分の6拍子になっておりますね。まあ言うなればあのワルツみたいな3拍子的な感じなんです。1小節に8分音符が6個ということになっております。でこの曲はハイ G ロー G どちらでも弾いていただけるようになってるんですが、今回 BJ はロー G で弾いてあります。はい、それではいきましょう。一番最初8分音符です。アウフタクトでスタートになります。はい、次は F のコードを押さえてください。こうですね。はい、で1弦解放いきます。でこれを1弦の解放の音を残してる間に、この手をスッとこっち行って5フレットを制覇してください。で届く方は2弦のアーチ薬指で行っていただくといいんですが、難しい方は2弦と1弦のアーチ8を両方小指で行っていただいてもいいです。まあできるならばこれ別々で、で次が1弦が小指、こういう風に弾いていただくと次の音が弾きやすいと思います。中指で2弦の6いきます。はい、こうですね。はい、その次 B フラットのコード、こうなんですね。はい、これずっと戻していくと F のコードになります。 F、 はい、G で次が A、 A の半上が B フラットって、これ B フラットのコードなんですよ。はい、次いきますよ。次の小節、はい、また F に戻ります。 F は5フレット制覇したまま2弦の8は小指です。で1弦解放、解放弾いてる間に左手をずっとこっち1フレットの方に持っていって、人差し指で1弦の1、はい、薬指小指で人差し指で2弦の1、はい、1、2、3、1、休符タンっていう感じですね。はい、それでは休符の後からいきましょう。同じような繰り返しです。これ今小指と小指でいきました。はい、これでもいいですからね。はい、またこれで B フラット、はい、ここまでさっきと同じ。この後が若干変わります。薬指で1弦の3にいきます。人差し指で1で、また薬に戻る。で F のコードです。ここも1、2、3、1、9符っ
ていう感じで、休符のところは小指と薬指で弦全体に触れて音を止めてください。左手ですね。右手は特に何もしてないです。余裕のある方は押さえていただいてもいいんですが、その後すぐまた3弦の開放を弾きますので、できれば左手だけでこの休符を表現していただくといいです。はい、それではここからちょっとメロディーが変わります。 B メロになりますね。はい、 C7 こうですね。これ斜め下に下げると G のコードになるんです。 G のコードと同じ押さえ方、はい、斜め上に上げると C7 になります。で、3弦開放を弾いた時に今押さえての離して結構です。はい、次 F 人差し指。はい、でこの後なんですけど、 F シャープディミニッシュ一周押さえて、で G マイナー、はい、また C7 に戻ります。次は G マイナーに行きますね。はい、1弦は開放でいいんですよ。で次 C7 で中指で3で薬指で5です。はい、で人差し指と薬指で、これを弾いてからスッと動かして5中指で制覇で構わないです。はい、で開放で最初の部分と同じ感じになります。こうですね。はい、ここ5は制覇したまま8555ですね。はい、これ制覇したままでいいです。小指離すだけでできますからね。で00引いた時に手をスッと動かして34薬指と中指で押さえます。はい、最後 F。 はい、早春譜の弾き方解説をお送りいたしました。いかがですか。このポジション移動、うまい具合に開放弦を弾いてる間にこう移動するっていうところを覚えておいてください。あとはこうですね、こういうところですね。でずっとなるべく制覇を続けながら、こういう感じですね。こういうところを綺麗に音をつなぐ練習に使っていただくといいと思います。それから制覇5をしといて、小指で8いった後に1弦の開放を弾くときにまっすぐ上に上げてください。これ斜めに上げるとっていう風な感じで余計な音が鳴ってしまいますので、余計な音が出ないようにやっていただくといいと思います。あとはですね、ゆっくり楽しみながら弾いていってください。いきなり速いスピードでやってしまわないで、模範演奏は116で弾いてるんですが、もう少しゆっくりしたテンポからやっていただいて、この移動の部分ですね、しっかりと習得していただくと他の曲でも弾きやすくなってくると思います。はい、ということで今回解説に使用しましたウクレレ、こちらです。エルビスの K100C。 K っていうのはコア材の K ですね。ハワイアンコアボディです。はい、100の C でコンサートサイズ。コンサートサイズのハワイアンコアボディのウクレレです。合板なんですけども、しっかりした作りの合板ですので、よくなります。で、スロッテッドヘッド。これいい感じですよね。見た目もいいですよね。高級感があります。今これロー G になってます。どうですか、このバランス結構いいでしょ。これネックの握りもいい感じで、すごく弾きやすいんですよね。あとこの木目すごく綺麗ですよね。合板なんですけども、この、はい、まあこれ個体差があります。自然の木ですから個体差はあるんですが、はい、わりかし BJ の持ってるこれはプレーンに近いような、トップはそうですけども、バックはわりかしトラメが入ってますね。はい、でこのタイプのブリッジですね、クラシックギターのように通してクリクリクリって巻くタイプのブリッジはロー G 貼るときに、穴を広げる必要はありません。もともとわりかし太めの穴ですので、ロー G がそのまま入りました。それからこのナットの部分も特に改造なく巻き弦がそのままこのウクレレは入ってます。
レレ、おまけも豊富についております。初めての方がウクレレ買うときに必要な道具が全部、一通り入っております。まあ、もちろんそこからグレードアップしたい方はまた後日購入すればいいんですが、最初の方がですね、ウクレレを買ってそれからチューナー買ってケース買ってっていうと結構なお値段になるじゃないですか。その辺のがオールインワンでこの値段です。びっくりすると思うんですけども、価格や詳細、その辺のおまけの詳細ですね、動画下の概要欄、あとはここに、先ほどから出てます QR コードで商品ページに飛びますので、そちらで詳細は確認ください。というところで BJ のウクレレ講座、今回のスポンサーはエルビスでお送りいたしました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さようなら。暗い夜空に一つの星が昇ってくる。寂しい心にどこからか光が差してきた。帰るうちはありますか。暖かい日が灯る家。